体育館近辺にお住まいの、奈留町市民の皆さん、丸田隆明です。仕事は皆様方のおかげで、私が希望していた、市議会議員という立場でお仕事をさせていただいております。日頃から、ご当地行政のご理解感謝申し上げます。今日はですね、日頃の私のいつもの講演会だよりを配らせていただいております。さらに重要なお話がありまして、鳴海お住まいの市民の方からぜひ今福江島で、福江の方で話題となっている話を鳴海の方でもやってくれんかと、そうせんと後藤の将来が危ないのでないかというお願いの電話がありまして、私も、7月の8日、そして、7月の21日、そして8月の11日と3段階に分けてですね、この25日告示の後藤市長選挙についてお話を続けてきております。まあ当初は入口太氏がなぜ市長にはいけないのかと、ふさわしくないのかということを理路整然と市民の方々にお話ししまして、私現職の市議会議員としての考えを述べてまいりましたが、7月の30日に差出人不詳で私に届けられた1本の USB ドライブ、 USB メモリーですね、まあ恐る恐る開いたわけですが、なんとそこには、まあ、私も目を疑ったんですよ。最初井出口太氏の不倫調査依頼ということで、ああ丸田隆明の不倫についての、脅迫ではなかったと一安心しました。まあ私も皆様方と同じでですね、人のスキャンダルとか噂話大好きですよ。人間ですもの、皆さんも好きでしょ。しかし井出口太氏後援会事務所に至っては、悪口言うな悪口言うなと、誹謗中傷するなと、政治活動の妨害するなと、さらにはご自身は3月には離婚していたんだと、いやいや待ってくれよと、もう私は全てを確認した上で、このお相手現職の市会議員山田陽子さんとの不倫については、市民の皆様方にこれはお知らせせねばならないことだと、8月の11日、12日、13、14、15、16、昨日は14ですかね、もう日にちさえわからなくなっているんです、私は。もうこんなとんでもない不倫している市議会議員と市長候補、これつまり後藤市民全体が馬鹿にされてるっていうことなんですよ。まあ残念なことに、私は哀れに思っていたんですが、自民党の福江支部、さらには後藤市議会の自民系会派、当然にここには
いませんね。ちょっとマイクの調子が悪くてですね。市会議員の女性山田陽子さんとこの市長に出馬する市長選挙に出馬する、入口太さん、まあ私が哀れに思うのはこういったことを皆に隠して、そして自民党青年部をはじめ、さらには野口一太郎後援会、一姫会、この方々は彼そして山田陽子の関係を知らず、日夜ビラ配り、講演会パンフレット配りと利用されてたんですね。僕はここは哀れに思います。彼らを、彼女らを、その市民の方々を。まあ、そんな状況にもかかわらず、夜な夜な山田陽子の家に忍び寄る、入って夜中の3時ぐらいには出て行って、何もなかったようにまたいつもの活動を続ける。この体力の面では私は市長職にはぴったりだなと。だって疲れを知らないんですもんね。もう私なんか本当11日から連チャンでも暑い太陽の下でお話をさせていただいておりますが、やっぱり夏の太陽には勝てない。もう日焼けはするし微熱は取れないと。コロナにかかってんじゃないですよ。インフルエンザにもかかってません。ただもうだるいですね、体がね。この山田陽子と市長選に出ようかとする今年のトップに君臨しようと目指しているこの不倫関係のお二人のために、やはり誰かが真実を市民の皆様方、つまり有権者にお伝えしないと正しい人選びは行われないんだと。入口太後援会事務所の関係者は言いますよ。丸太は悪口ばっかり言うと。これ悪口ですかね、本当。なら、どんな風な形でこれが暴かれたら悪口にならないのか。まあそこも私はバカじゃありませんから、一生懸命この調査しながら、活動しながら、そっちの面も考えました。まあ、今の段階で市民の皆さんが丸田隆明、現職の市会議員が言ってるんですよ。丸田隆明が言ってることが嘘だと思うなら嘘でいいんですよ。しかし平然と人前で嘘を話せるはずがないんです。なぜなら虚偽の報告と言って世間皆様方に周知しますと、これは刑事事件、民事事件で名誉毀損罪、侮辱罪として私は訴えられますから。そういうバカなことしませんよ。ただ公益性を、これは公益性を考えて、公の、それも後藤氏のトップに立とうと出馬を計画している方が現職である女性山田陽子市議会議員と不倫の関係にあるということは、社会通念上許されない不貞行為でありますので、この辺を市民の皆様方に真実を知っていただかなければならないと。なんかお話では愛がどうなどとか、行政に、女性に優しい愛をと言っときますけど、私も政治家の端くれですけど、政治に愛なんていらないですよ。
愛なんていらないです。ふるさとを思う愛は必要ですよ。ふるさとを思う愛は、ただ一人の不倫相手のためだけの愛は必要ないです。市長とは何をするものなのか、市議会議員とは何をせねばならぬものか、市民の皆さん、お二人が不倫で愛を育むために納税されるんですか。おかしな話ですよ。マルタにバレたからと、 LINE のやり取りはすべてマルタに ID を抜かれてしまったんだと。つまり認めてるんですね、 LINE のやり取りの内容を。なのでこの分に関しましては、私丸田隆明市議会議員として政治生命をかけて、知りたい市民の皆様方に真実をお知らせする、私の公式のウェブサイトにて全39ページにわたる山田陽子氏のカメラの LINE トークの写された写真を、画像を公開いたします。本当にとんでもない やり取りが書かれております。後藤には帰ってきたくなかったと。帰ってきたくない人がなんで帰ってきて市長選に出るんでしょうか。まあ、これまでも34年間そこまで帰るお金があったら、自分は海外旅行を楽しんでましたと。今まで全くふるさとに対する愛着心、愛嬌心はないんですね。さらにはマルタによる落選運動の話を、この田舎の人たちは、五島の人たちは受け取るんじゃないかと、信じ込むんじゃないかと。なぜなら頭が悪いからと。まあ、自分が東大出たからといって、そんなに見下す必要があるのでしょうかね。私も認めますよ、彼が東大を出て素晴らしい経歴の持ち主だと思う、分かってます。しかし地方行政に携わる年数で言ったら私の方が上なんですね。私は中尾育子市長時代からこの行政問題に興味を持ち始めました。そして野口一太郎のこの12年間で実践の場を与えていただきました。後藤氏市政市長20周年、私はこの後藤氏誕生とともに後藤氏行政のすべてのことを一市民の立場からコツ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 と学び、そして研究し、時には市民の立場で野口一太郎市長に噛みつきてきました。12年の市長としての職にピリオドを打つと、私も喜んで拍手を持ってお疲れ様でしたと見送りたかった。しかし最後の最後までこの人はとんでもない施策を打ち出し、井出口太という不倫をも楽しむものを野口一太郎の後継者なんだと市民に幅広く呼びかけ、現在木口市長、そして木口議長、そして野口市長、この現状を知りながらもう後には引けないだろうと。つまりこの状況のことは伏せておいて選挙に臨むしかないと。いや、ここまでバカにされていいんでしょうか。
常に危なっかしい彼、嘘がバレればさらに嘘で塗り重ねる姿勢も、ちょっとやばいことあったら嘘で隠されるんじゃなかろうかと。そしてましてや行政の監視役である私たち市議会議員の中に愛人がいる。これでうまく後藤市政がこの先進んでいくのか。一般の考え方であれば無理だろうになりますよ。まあ皆様方がとてもよかじゃんということであれば、どうぞもう事前に頼まれたでしょうから、入り口に市長として誕生させてください。その代わり言っときますよ、9月の定例議会、私は一歩も手を引かず、気も抜かず、彼を糾弾いたします。そして同じ議場にいる愛人である山田陽子市会議員も徹底追及いたします。それを楽しみに見たいのであれば、どうぞ当選させてあげてください。しかし一度掴んだこの王座の席、長崎県知事、大石知事同様に一度そこに着くとなかなか降りないんですよ。降りたくないんですよ、自分が悪いと分かってても。私たちはスーパーで売ってる野菜じゃないんです。悪いからと、買ってきたけど取り替えてって言ってすぐに取り替えられる品物じゃないんです。それだけ大事な人を選ぶのが公職の選挙なんです。まあ、私の話を信用する信用しないは皆様ご自由でございますが、明日から告示までの間、曜日は言いません、日にちも言いません、私の気が向くまま X で LINE のお二人の会話は全て公開しますので、どうぞそれを楽しみにされて、実際見られてから判断してください。あなたが選んだ人への一票、やっぱ裏切られた、丸太の話ば聞いちょってこいつに入れずに他の2名にどっちがいいのかと真剣に考えて投じた方が良かったなと、後悔だけはなさらないでください。そして丸太はこの話を知っとって何で教えてくれんかったかと、私も言われたくないので、私は政治生命をかけてやはり市民皆様方にご報告するお知らせせねばならないと、市議会議員としての仕事をきちんとやるべきだということで、本日鳴島に渡ってきたわけでございますので、まあ福江島田の方で連日お話ししている内容も動画サイト YouTube にて丸田隆明と検索されるか、丸田隆チャンネルと検索されたらすぐにヒットしますので、すべての内容がお分かりになります。まあそういうことで、ちょっと通常の丸田隆明講演会の活動、8月号の講演会便りをここ一辺の州、地域に、お配りさせていただきますので、またじっくりと読んでいただけたらなと思います。大きな声でお騒がせしましたことをこの場よりお詫び申し上げます。市議会議員の現職丸田隆明でございました。ご清聴のほどありがとうございました。